こんにちは、ペガちゃんです。スプラトゥーン2やっていきたいと思います。で、今回なんですけども、ちょっとまた見づらいかもしれませんけど、今回金インクと、黒インクでやっております。はい、ということでよろしくお願いします。なんでこの配色にしたかっていうと、もうあれですよね、今ちょっとね、燃え上がってる YouTuber の方がの髪色がね、金と黒なんではい、誰とは言いませんけども、この色でやってみたらいいんじゃないかなと思います。俺もあの人みたいにさ、稼ぎてよ、俺も細々と企業案件ちょこちょこやってるだけだからね。悲しい。悲しいわ。クソ悲しいんだけど。まあ、やっていきたいと思います。うん。でもあの人の髪色ってすげえ特徴的だよね。もうなんかあれですよね。美容師をさ、髪を染めてる途中に殺したみたいな。そんな感じの色だよね。はい、って感じでやっていきましょう。はいはいはい。うん。あの髪色はね、本当にセンスあると思う。俺すげえセンスあると思うわ。待って。これは、オッケー、よし、やっていく。オッケー、オッケー、オッケー。素晴らしい。あの髪色はマジで素晴らしい。え、これ来てるか？来てそうだよね。ん？どこ行った今。今どこ行ったんだろう。まあ、ちょっとこれ、使っていく。ほい。ちょ、待って。行った？あっち行った？あっち行った？許さない、許さない。ほい。待ってか。おい。あ、くそ。うわ、あいつ今、煽りかした、あいつ今。くそ。卑劣な行為。まるであれですよ、バリューを使った某 YouTuber のようですわ。言っちゃってるな、もう言っちゃってんだけど、まあ、名前は言わないっていうことだよね。うん。僕も燃え上がりたくないんで、はい。僕も燃え上がりたくないんで、うん。もう僕も善良な高校生として、まっとうにやってるだけなんでね。はい。僕は燃え上がりたくありません。よしよしよし。うん。僕もちゃんとした YouTube でね、お金稼ぎたいからさ。うん。さあ、頑張ります。これバレてる？これバレてるね。多分バレてる。これバレてた。これバレてた。さあ。でもこれまあ、こういう感じでちょっと塗っていく。ザッパーでも塗り性能がいいから、とりあえずもう塗っていくという形で。これバレてる？バレてるかな？よし。これバレてた臭いな。待って。あっち行ったな。あっち行ったな。ピロリン撃た。よし。これ来るな。絶対来る。よし、オッケー。完璧。二人やり。いいね。今で分かったね。これ使うか。インクアーマー使って。うん？何のボールラッシュ？これは。うん、バレてる。よし、やり、一つやり。え、また来てる？また来た。あ、二人やり。また来たら。オッケー、三人やり。いいね。いいね。え、また来た。四人やり。いいね。気持ちいい。クソ気持ちいい。え、もう一人やり。よし。もう、踊るように。手のひらで、踊るように。よし。え、ここ潜むだけで簡単に倒せる？これ、もしかして。また来たか来るか。いやあ、さすがにか。うわ、あいつ煽ったな、今、ほんとに。寿司こら。許さねえ。今の許さねえわ。うん。そういう卑劣なね、そういうなんかマナーを守ろう、マナーを守っていきましょう。よし、でもこれで勝ちでしょ。ん？これで勝ちっぽいね。オッケー、ここもちゃんと塗って、やり、オッケー。今回、気持ちかったな。今回気持ちよかったわ。この何人も倒していくこの感じ、もうたまんないね。よし、あ、意外と危なかった。意外と危なかったんだけど、なんで。どうだ、でも結構良かったんじゃない。お、いいね、悪くない。まあ、この感じで続けていきましょう。はい、ガンガゼでやっていきましょう。まあ頑張りますか。まあね、うん、やっぱり家族には迷惑をかけれないっていうのあると思う。うん。だからね、本当に怖いっすよ。ネット民を敵に回すと本当に怖いと思う、俺はね。うん。ネット民に敵を回した挙句テレビとか、テレビ出たの羨ましいな。テレビと週刊文集出たのちょっと羨ましいな。ちょっと羨ましい。うん。やっぱそういうなんか、ま、いかなる形でさえメディアへの出演ってのはやっぱり、ちょっと、俺も出てみたいからさ、メディアに。うん。メディアに出てみたいからさ。そう。そういうちょっと憧れがあるんだね、僕。じゃあちょっとこれ使うか。使いましょう。待ってよ。やばい。よし。これ、ここ塗ってこう。オッケー、完璧。どこにいる？相手、もう一人どっかに行ったはずなんだけど。まあ、よき。よし。頑張ろう。ここら辺もちゃんと塗っとくか。ちゃんとして、塗り残しなく、息の、ここ飛ぶよ、俺飛ぶよ、ここ。せーの、大ジャンプ。オッケー、完璧。ここちょっと気持ちよかったな。ここ来るか。ここ来そうだね。ここ来そうだね。ほい。ちょ、投げとこう。投げて。よし。いや、いいね。あ、危ね。来てたな、今、そこ来てたな。うん、これ上から来そう。いや、待って、そこにブラスターいるな。
よし、やり、完璧。これ、ちょっと待ってよ。上に行きながら、いいね。これ圧倒する感じ、圧倒する感じ、いいね。敵を作る感じね。敵を作る感じ。うん、勝負を打って、何があった今。登れなかったのかな今。やべ、これ裏取られてる。裏取られてんな。待って。裏取られてんな、これ。近づいてきたら、使おうわ、これ。ん？むむむ。なんだここ。来てるか？あ、これ来てるね。危ねえ。これ使おう。危なかった、今。危なかったね、今。よし、一つやり。どこにいる今、これ。そこにいる感じか。よし、いいね。危なかったね、今。今、危なかったね。よし。うん、俺もさ、情報を売って、稼ぐ仕事ですからね、YouTube なんてね。うん。もう情報を売っていこう。俺、嘘の情報は売らないから、ちゃんと。外れくじ売らないからね、ちゃんと。待って、危ねえ。あ、これ待って、危ねえ。よし。今、危なかったね。ゼロ距離切る。これ、ここ投げとくか。飛んでこい。よっしゃ、ちょろいね、うん、視聴者騙すのちょろい。うん、こういった姿勢が炎上までいきます。よし、オッケー、これ待ってよ。よし、多分ね、この動画ね、クソ叩かれると思う。信者にクソ叩かれると思うんだけどね。まあ僕はね、もう本当に視聴者のことはね、視聴者を一番に考えてる、もうかっこいい YouTuber なんで。叩かないように。待って、これやばくね、ここやばくね。ちょ待って、待て、それ届くんかい。え、なんで負けた。いつ負けた。え、おかしくね。は、は、あ、いつ負けたこれ。俺の知らないとこで勝負が動いてた、これ。いやー、まさにこの変動、まるで株の暴落のようですね。はい、ということで、今回はここまでです。この動画が良ければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。ありがとうございました。またの。